にちは。数日前ですね、あのキッチンのここの壁の部分を元に戻しまして、備え付けてあった元々のこの収納の棚っていうのもあの元に直しました。で、前使ってたのが前っていうか壁に使ってたのがこの白いボード、なんていうのかな、これちょっと忘れましたけど、これとこの 1x4 をあのここに取り付けて、まあ、こうやってあのボードを貼っつけて使ってたんですけども、あの、まあ、これ使っていくうちにですね、ちょっとあぐらでベトベトしてたっていうのもあったり、あとはあのこれね、磁石でくっつくんですよ、ここの壁が。あのここの、まあ、キッチンタイムあるんですけど、こうやってくっつくので、まあ、あの磁石でくっつけてなんかできないかなと思って、まあ、それを今日ちょっと紹介しようかなと思います。はい、ですね、山崎実業株式会社の、キッチンツールフックですね。はい、なんかいろいろとね、あの生活用品に関わる商品結構出してるところなんですけども、開けてみようか。これだけですね、入ってるものは。はい、色が白色で、フックが 1,2,3,4,5,6 あります。で、裏には、磁石がついているっていう感じですね。はい、で耐荷重量に関しては、1フックあたり約 250g で、まあ、全体としては 1.5 キロの、まあ、重さに耐えられるっていう感じですね。はい、一応ね、あのここにも写真が載ってるんですけども、フライパンとかでも大丈夫なような感じがします。はい、もう一個も開けてみましょうか。一緒ですね。ちょっと一回つけてみますね。では早速ちょっとつけてみますね。あ、結構しっかりくっつく。思った以上にしっかりくっつきますね。うん、あのこうやって動かしても、まあ、ちょっとや外じゃ動かないって感じですね。大丈夫そうかな。ちょっとフライパンとかでもやってみる？いけるかな？うん、問題なさそうですね。いけるかな？こっちは？あ、こっちはそもそも穴が通らへん。うん、まあでもあの問題なく使えそうな感じです。うん、できました。どう？いいんじゃない？ね、まあ、今日はあの2つ買ったんですけども、もう1個つけられるよね。いけそうかな。うん、良さげな感じで、結構ね、こんなにねつけてもね、全然あの問題なくしっかりくっついているので良かったかなと思います。はい、でちょっとここの上の部分ね、どうしようかな。なんか収納できるなんかのケースみたいな買ってきて、なんか使おうかな。いいんじゃないですか。ということで、今日はあの山崎実業のキッチンツールフックを紹介したんですけども、見た感じ良さげな感じですよね。うん、あの見た目もねシンプルでスッキリしているので、まああと一つ二つは買おうかなと思います。はい、でここの会社ってあのキッチンツール以外のその生活に関わるその商品も結構出してるみたいですので、またね、気に入ったものがあれば紹介していきたいなと思います。はい、ということで以上。